はい、早起きは三文の徳、神奈月の5日になります。と言いつつ今は4日の朝7時です。今日は国会で所信表明演説があります。一昨日は、内閣集合写真、お腹が出てた総理大臣、ズボンダブダブの閣僚たち、ちゃんと官邸ホームページの写真は修正されたみたいなね、2枚並べた写真がを見かける今日この頃ですが、今日のタイトルは見逃し配信決定、配信の字が配信真に背くになってますね。見逃し配信決定といえば、最近はオンデマンドですね。 NHK プラスとか、あと何があったかな、 TVer とかね、これ民放ですね。こう今オンデマンドの時代になったんですね。昔はそのいわゆる記憶、いわゆるクラウドですよね、今で言うね、まあ昔で言うサーバーですね。サーバー容量がないからオンデマンドに対応しきれなかったのが、今はナノテクノロジーも発達し通信速度も上がったことで、全てがオンデマンド化できる時代になったという。で昔はオンデマンド大変だったんですよ。たくさんの人が一箇所にアクセスできないし、でしかもみんな違う時間で再生するなんてことも、まあ30年前の話ですけどね、20年前かできなかったんですよ。でそれがもういつ誰がアクセスしてもね、トラブルなくいつでもオンデマンドで、一人一人のオンデマンドで同じ動画がいつどこに行っても 何万人でも再生、同時再生できる、あるいは時間差再生できるようになったって、これ自体がすごいことなんですが、だからオンデマンドっていうのはすごくいろんな技術進化とかの恩恵を受けてるんですけどね。だから今やオンデマンドの時代に入ったということなんですけれども、見逃し配信決定ということで、全てのものが見逃し配信されるようになってきたわけね。見逃してもいつでも見れる、だからつまりリアルタイムで見なくても聞かなくても後からいつでも見れる、聞ける。これ逆に言うと過去の動画がいつでもほじくり返されるっていうね、何かあると過去を全部ほじくり出して、こんなこと言ってました、あんなこと言ってました、こんなことやってましたって全部流れてくるってね、そういうオンデマンド時代は今度そういうことが起きるわけね。消せない過去、昔はそれ記録がないから、言葉で言ったらたま伝わらないのが、これが動画とかでね、こんなこと言ってたってそこだけ切り取られてね、過去の悪いとこだけが切り取られて流れてくる。まあ時々いいところも切り取られてね、流れてくるんですけどね。最近見かけたのは浜田光一さんの、自民党は子供たちのためにあるんだ、お前らのためにあるんじゃないなんて動画が X で見かけたりとかね。あと何だったかな、まあとにかくもう10年前20年前30年前の動画ね、どっかから見つけてくるのか分かんないけど、切り取ってきて貼り付けてね、一部分だけね、まあ印象操作含めて出てくるし、まあ最近あと悪質なのは AI に加工させてね、特に一平ちゃんだったっけ、もう忘れ去られちゃったでしょ、みんなね。もう大谷さんの三冠王もうちょっとの55号にはならなかったね、5050でもう一平ちゃんの話はみんな忘れ去っちゃったけど、一時期はもうツイッターで一平ちゃんの人格を完全に無視したいろんな AI 加工動画ね、フェイク動画が山のように流れてたんですけど、あれ良くないですね、人格否定の AI 動画ね、あれ規制した方がいいですね。まあそんな話で見逃し配信決定ってこと、今見逃しようがないってね、見逃してもみんな真に背いて配信行為としていくらでも人の人格を貶めた動画を流しまくるというね、これでもかっていうぐらい流しまくってしまうっていう、で何がフェイクだか分かんなくなってくるみたいな時代に入っちゃってるんですけど、まあそれはさておき、見逃し配信決定で一番何が痛かったかっていうと、裏金議員の公認問題ね、また政治ネタかよ、裏金議員の公認問題、結局朝日新聞の昨日の報道ですけど、今朝方かな、昨日の夜中かな、朝日新聞しかまだ報道してなかったですけど、結局まあ時間もないので都道府県連が推薦したらもうそれで公認しますと、重複立候補も OK ですという方針をどうやら石破さんは決めたみたいな話が朝日新聞から流れてきて、他の新聞まだ報道してないんで真偽のほどは分かりませんが、とにかく落選したら都道府県連のせいと、ね、それを推薦してきた都道府県連が悪いという話にまあなるんだろうなという、それからもしそれが当選しちゃったらね、当選しちゃったらそれはもう裏金議員当選させたのは有権者のせいだろう、ね、有権者のせいになっちゃう、落選したら都道府県連のせい、当選したら有権者のせいということで、まあ総理大臣とか自民党本部の責任は問われないというね、素晴らしい構造になってるわけね。見逃し配信決定ということで、見逃すことで配信行為を働くっていうのはこういうことを言うんだろうなというふうに思うんですが、ここで問題はですね、無作為というか、無作為っていうか、その見逃すっていうか、見て見ぬふりをする、あるいはそこで本当は手を加えて決定しなきゃいけない、判断しなきゃいけないんだけども、それをしないことの無責任という話があるんですね。例えば学校で友達がいじめられてるのを見逃しましたみたいな、ね、見て見ぬふりをしました、見逃し配信決定ですね、これもね。で職場で誰かがパワハラ受けてました、なんか怒鳴ってるから近寄らないとこ、見逃し配信決定、ね、もう見逃し配信の構造は至る所にあるって今の日本社会ね、子供がなんかちょっと悪いことしてましたと、お母さん見て見ぬふりしてますとかね、お父さん見て見ぬふりしてます、北海道札幌でちょっとね、娘がなんだいろいろこうホテルでちょっとね殺人事件起きて、今公判が始まってね、これも昨日一昨日ニュースやってましたけど、お父ちゃんお母ちゃんも出てきて、お兄ちゃんも出てきて、娘がいかにこう常軌を逸してたかみたいな話になってんだけども、
これもね、それまでじゃあどうやって育ててきたんだっていう話になっちゃうわけですよね。見逃し配信決定ですね。もう見逃すことで配信行為が起きて、それがいろんな惨状を生むということは結構あちこちにあってね。で、ことが何かね、出てくるとみんなで叩くという、そんな話になってるわけですよね。それまで見逃し配信してきた蓄積がこういった結果を生んでんじゃないんですかみたいな話にね、そう思うんですけど、私なんかね、みんなで見逃し配信してるとね。で、まあオンデマンドで楽しい映画を見たり、楽しいドラマを見たり、楽しいライブを見たりね、もう関心はそっちにあるわけね。そっちの見逃し配信は見逃さないという、だけど目の前の現実のリアルのみの配信は見逃していくみたいな、そのことによって自ら配信行為を働いてるんだけど、そのことについては 無自覚で、ことが起きると私もそう思ってたのよと言って、みんなで見逃し配信したことを忘れて叩きまくるみたいなことはないですかみたいなね、見て見ぬふりは無責任であるだけでなく配信行為だという、ある意味犯罪的なんだっていうね、道義的責任も問われるし、ところが法的責任が問われないんだよね。これ見逃してもね、何にもしませんでした、無作為ですからね、あ、知りませんでした、あ、そういえばそんなことあったかもしれないけど気づきませんでしたとか言ってれば責任問われないですよね。これが一番良くないですね。無意無作為、行為しないことによる、つまりそこで本当は手をなんだ、そこで対応すれば起きなかった問題が対応しなかったことによって起きるということが起きるわけですね、今はね。で、本当は気づいてんだけど気づかないふりをして蓋をしてしまうというね、見逃し配信、見逃し配信の時代ですね今はね。これはテレビラジオ、ライブスポーツ、見逃し配信、オンデマンドっていうだけじゃなくて、別の意味でのこっちの感じの見逃し配信、つまりビジュアルの世界、違うリアルの世界では見逃し配信、バーチャルの世界では見逃し配信っていうね、なんかそういうことが起きてんじゃないかな。リアルワールドは見逃してみんなで配信行為働いて、でバーチャルの世界ではね、いつでもオンデマンドで見逃しても配信されたものをエンジョイ、楽しむことができるっていう、でリアルワールドは炎上するというね、バーチャルのエンジョイ、リアルの炎上、しかもそれを SNS 上で炎上させるみたいな、それは実は見逃し配信をみんながしてきたことの結果であるみたいな風に思ったりすることが結構いっぱいあるんですけどね、まあ、今回の裏金問題、どうなるんでしょうか。見逃し配信ね、みんなで有権者も見逃すんですかね。都道府県連も見逃し、有権者も見逃し、何事もなかったかのように、裏金問題も運算無償して、でまた起きたら、ね、あの時みんなで見逃したという話になるのかな。よくわかりません。都道府県連が公認するからいけないとかね、有権者が当選させるからいけないみたいな、それは何より首相が、自民党本部が見逃したからいけないとかね、まあ、みんなで責任なすりつけ合っていくのかなとか思いながら、誰も結果には責任を負わない世の中ができつつあるんだなとね。で、何か起きたらみんなで叩くと、ね、お前が悪かったと言っても、これスケープゴードですね、完全なね、まあ、そんな社会になってやしないかということで、和風で終わりたいと思います。ではまた。